稲垣清志11月から1941年12月8日は、日本の海軍軍人。太平洋戦争壁頭の真珠湾攻撃において、特殊戦考艇公表的登場員として戦死した旧軍神の一人。二階級特進により、最終階級は、海軍兵装長三重県一市軍、河合村生まれ。1934年6月に、 広島県呉市の呉海兵団に入団し、同所での訓練終了後に駆逐艦、佐奈江乗組海軍水雷学校に入校、駆逐艦、呉武に着任。その後、海軍水雷学校高等化水雷術、練習生課程を終了し1941年11月18日に、ハワイ真珠和への特別攻撃隊員として、潜水艦 E24 に乗り込み倉橋島を出撃する。 駆逐艦ヘルム真珠湾に打ち上げられた、坂巻、稲垣が乗り組んだ、公表的同年12月8日、特殊戦工程に定調である、坂巻和夫海軍将尉と共に、真珠湾攻撃へ出撃。しかし出撃時に、特戦のジャイロの故障に気づくが、強行出撃する。湾内進撃中、米駆逐艦ヘルムに発見され攻撃を受ける。攻撃回避中、何度も、 座礁と離礁を繰り返すうちに魚雷発射管が破損する。さらに浸水による蓄電池からの有毒ガス発生などから作戦続行不可能と考え母艦への撤退を決意する。しかし、真珠湾の裏側であるワイマナロ湾で再び座礁。特選が行動不能となり、路角を防ぐため特選に 次元爆弾を仕掛け酒け艦少尉と共に脱出するが、真珠湾特有の荒波のため、稲垣二層は漂流中に、行方不明となる。旧軍神後に戦死と認定され、二階級特進により、海軍兵装長となる。1943年4月8日、日比谷公園祭場にて、合同海軍総が行われ、真珠湾の旧軍神として称えられた。8日、 稲垣2層と思われる日本兵の遺体が浜に打ち上げられているのが米軍により発見された。ありがとうございます。